皆さんこんにちは、中野です。今日はですね、実は多くの先生多分このパワーポイントとか使って講義されると思うんですけど、中学生には話したことあるんですけど、さすがに小学生相手に話したことがないので、みんながどれぐらい分かってるかがわからないので、お話をしながら、みんなの意見を聞きながらですね、やっていきたいというふうに思います。でタイトルとしては、病気と体について。私自身は簡単に自己紹介すると、阪大の医学部を出て3年間お医者さんをしてて、その後研究を始めてますね。どういう研究をしているかというと、もともとはですね、何をやってたかというと、これまた後で話をするかもしれませんけども、血液細胞、赤血球とかそういう細胞が、言うときますけど字は下手ですから、血液細胞がどうやってくるかという実研究と、それからもう一つは、僕らの言葉では初期発生という言い方をするんですけど、発生学というのはどういう学問かというと、僕ら我々の体がどうやってできてくるかを言うんですけども、初期発生というのは一番最初ですよね。その精子があって、精子がこういうふうになって、卵子があって、この2つが一緒になって、最終的に僕らの体がこうやってできてくるわけです。で、人間の体、大体大人ですね、65キロぐらいの人の体の細胞というのは何個ぐらいあるか知ってますかね。聞いたことある人おる？何兆の単位やね。何兆やと思います？7兆個ぐらいだったと思う。もともとはね、ちょっと前の教科書を見たら、ほとんどの教科書が60兆個と書いてあります。ただこれ数えるの大変よね。60兆個数えれるはずないから、計算で、例えばその肝臓やったら、肝臓で細胞の密度がどれぐらいあって、大きさがどれぐらいというふうに数えてやったんやけども、ずっと60兆個やって言われてたんやけども、5年ぐらい前に新しい論文が出て、今ではね、それもそんなにきっちり数えられたわけではないんですけども、37兆個、減った、知らん間に減った。37兆個説がもう圧倒的に今優位になって、新しい教科書は大体37兆個で書かれて、減ったというか数え間違っとったんやな。で、はい、そうですか。その計算は大体どんな人のさ、どんな体格で、一応ね、65キロの人、なんでか知らんけど、こういう時は65キロというのが平均体重になってます。もっと大きい人も小さい人もおるんやけどもね。で、何種類ぐらいの細胞があるか知ってますかね。体の中には白血球とか赤血球、神経、はい、どうぞ。君ばっかり答えてるな。4つぐらいだった。そんなことない、もっとはるかに多いです。聞いたことある人おるかな。どれぐらい、恥ずかしくないから言ってみたら、全然見当つかない。大体ね、これもね、どの教科書を見ても大体200種類って書いてあります。ただこれは どうやって数えるか、どれぐらい細かく分けて数えるかによって違うけども、大体200種類。ただ私自身が、先生が君らやった頃から200種類と言われてて、それから研究随分進んでるから、多分250から300が正しいと思います。で、大体これぐらいの細胞の数から体ができてる。すごい数ですよね。だってもともとたった1個の一番初めちゃうな、受精卵、精子と卵子が一緒になって、たった1個の細胞から37兆個の細胞ができてくるんやから、ものすごい数ですよね。で、37兆個のうちで一番多いのは何かというと、赤血球です。赤血球はみんな聞いたことあると思うけども、その血管の中流れてて、で怪我したりした時に赤い血が流れるのは赤血球、出てくるのは赤血球。細胞というのは基本的にみんな透明です。ほとんど色がない。で、赤血球だけが赤い。なんで赤血球赤いか知ってるかな。はい、はい、どうぞ。ヘモグロビン。そう、ヘモグロビン。持って
そう、ヘモグロビンっていうのは酸素を運搬する物質やね、タンパク質とヘムというのが必要になってるんだけども、それがあるために赤いで、赤血球は何個あるかというとむちゃくちゃ多くて、37兆個のうちの23兆個、3分の2ぐらいが赤血球です。すごい数やね。でついでに話をすると、僕自身はその血液細胞の作り方をずっと研究してたんで、こういうふうな研究してたんですけども、赤血球というのは体の中で常に作られながら壊されてます。赤血球の寿命というのはだいたい120日です。で、23、だいたい24兆個あって120日で1回入れ替わるので、これを120で割ったらええねんけども、何本ぐらい、何本ぐらいなるの、2000億。毎日毎日体の中で2000億個の赤血球が作られては壊されてます。 ですから我々の体というのはなんかもうずっと細胞できて大きなったら変われへんみたいに思うけども、赤血球とか、あと皮膚の細胞はね、はそう常時入れ替わってる。皮膚の細胞はだいたい3週間ぐらいしか寿命なくて、お風呂でバーってこすったら赤になるよね。あれはもう皮膚の細胞が死んでこそぎ落ちていくのが皮膚の赤です。ですから体の細胞というのは非常にダイナミックにできているということ、だいたいこれ、ただ37兆個というとむちゃくちゃ多いみたいに思うかもしれんけども、細胞というのは1回分裂したら1個が2個になりますよね。2個が4個、4個が8個というふうになってきたら45回、まあ書き方中学生はしてるかな、2の45乗という書き方がするんだけども、2×2×2×2、 2を45回かけたら37兆ぐらいになります。それから数としてはむちゃくちゃ多いけども、分裂の回数としてはそれほど多くはない。1回に倍になっていくからね、それぐらいの数です。まあ、こういったことを基礎知識として、もう1個基本的な知識として、じゃあ細胞細胞って言うてるけども、細胞の大きさってどれぐらいか知ってますか。直径、知らんかったら言うな。どれぐらいと思う？どれぐらいと思います？一番大きいのがね、哺乳類の細胞で一番大きいのは卵子なんです。これで直径が 0.1 ミリぐらい。1ミリの10分の1ぐらい。それがもうかろうじて顕微鏡なしでも、まあ見ようと思ったらちょんというふうに見えるかなというぐらいの直径です。で、一般的な細胞、細胞はもう種類によって全然その大きさが違うねんけども、一般的な細胞の大きさというのは、こっちに書きましょうか、直径が10マイクロメートルということは 0.01 ミリメートルですから、1ミリメートルの100分の1ぐらいの直径の細胞が体の中に、さっき言ったように37兆個ある。まあ、赤血球はもうちょっと小さいんやけどね。これがもう体の一番ざっくりとした、こういうふうな数字覚えてたらね、賢そうな気しますよね、なんとなくね。これね、もう笑い話、反対学部とかもみんなもう入るの難しいって一生懸命入ってくるんやけども、もうびっくりするような答えが出てね、去年講義してて、人の細胞何個ぐらいですかって一番前に座ってる子に聞いたら2万個ぐらいですかって、もうその時はねしんどけと思いましたね。37兆個で、あと細胞の大きさ、ざっくりどれぐらいの大きさかというのは覚えておいたら、なかなかちょっとものを知ってる感じがしていいかなというふうに思います。で、ここからちょっと僕自身はその研究としては、その血液細胞がどうやってできるかとか、初期発生、発生でどういうふうに僕らの体ができてくるか、まあ、これものすごく面白いんやけどね、不思議ですよね。たった1個の細胞がこんな体作って、神経は神経に、筋肉は筋肉に、血液は血液にバーッとできていくの、すごい不思議で、まあ、かなりのことがこのどれぐらいかな、20年か25年ぐらいの間に分かってきました。で、教えてるのは病理学という学問を教えてます。ここからちょっと病気の話していきますね。
病理学という言葉聞いたことある人おるかな。あります。どんな学問やと思う。確かなんか前聞いたこと、なんか本で見たこと。本である。おっちゃん、おっちゃんの本ちゃうか。なるほど。病気についてなんか調べる学問みたいな。そうね。病気、これわかるよね。病気についてですよね。この言葉の意味わかるかな。理科の理。音読みとちゃうな。訓読みしたら何て読みます？断り、そうね。理屈とか理由とか、それから物の成り立ちです。それから病気がどうやってできてくるかということを勉強するのが病理学です。で、これもね、この30年間ぐらいの間にものすごくよく分かるようになった。で、もともとは、病気というのはおかしな話ないけども、その2000年ぐらい前からどうやってできるかというふうに考えられてたかというと、昔は体液の乱れ、何のことか分からへんけども、さっき言った血液があって、それから粘液って聞いたことあるかな、べちゃべちゃっとしたやつやね。あと胆汁、これは聞いたことあるかな。肝臓から作られて消化液の一種ですね。これが黄色のやつと黒のやつがある。で、体にはこの4つの液体があって、それのバランスが壊れることによって病気になるというふうに、ギリシャ時代に2000年ぐらいずっと、どれぐらい前までかというと150年ぐらい前までずっと信じられてました。これも全く間違い。で、この頃は、ですから、これの血液と粘液とこの胆汁のバランスの乱れで病気になっているというので、病気になってお医者さん行くでしょ。何されるかというと、日本ではあんまり行われなかったんやけども、アメリカとかヨーロッパでは何を行われたかというと、瀉血、血を抜かれました。考えたら分かるよね。病気の人から血抜いたら大体悪くなるんですよね。そういった治療がずっと行われてた。ところが、19世紀の中頃になって、150年ぐらい前になって、その頃から言われ出したのは、細胞病理学。そうではないですよ。昔からずっと何にも理由がなく、その体液の乱れで病気になると言われてないけども、そうではなくて、細胞が異常になる。今話をした細胞、体の中の細胞が異常になることによって病気になりますよというのが分かったのが、大体150年ぐらい前ですね。ウィルヒョウというすごく偉い人がして、その人がこれを、そのウィルヒョウという人は本当に偉くて、ドイツの人なんですけども、この学説をね、もう絶対正しいというふうに思いついたのが20代の後半ぐらいです。やっぱりそういう人っておるよね。時々おるね。各学問分野に100年に1人ぐらい出るぐらいの偉さの人というのはいますね。僕は自己紹介いいの忘れましたけど、ノーベル賞を取られた本庄先生の研究室で5年ぐらいおって、このキャンパスはすごく馴染みがあるんだけど、でもウィルヒョウとしては本当に偉くて、ただものすごいのは、あまり賢すぎて、もう20代から30代ぐらいでもう医学の研究はやめて、その後政治家になります。で、政治家になってもすごく偉くて、もう世界史まだ習ってないかもしれませんけども、ビスマルクっていうそのすっごい偉い政治家が、聞いたことあるかな、プロシアの、それと張り合うぐらいまで行く。もう本当天才なんやね、やっぱり。そういう人昔はおったんです。今はいないけど。で、ずっと細胞病理学、もちろん今でも細胞病理学で、細胞に異常が起きて 病気になる。ただ今は分子病理学という言葉もあって、も分子のレベルで細胞の、昔はですからウィルヒョウの時代からは細胞が異常になるということからは病理学やったけど、今はもうその細胞の中の分子レベルでどんな異常が起こることによって病気になるかというのがどん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 分かってきてます。だから僕なんかはその学生時代習った医学というのはあんまり面白くなかったんですよ。そのあんまり分かってないことを無理やり教えられてて、本当に記憶せなあかんかったんだけど、今はもう本当に論理的に病気というのがすごいメカニズムが分かってる。で、これが分かってくると、その病気に対するお薬の開発というのが非常にうまく行われるようになってきてるというのが今の時代です。さっきお話しした本庄先生なんかもそれで、その
ある種の免疫の研究を始められて、がん細胞をやっつけるようなお薬が開発されたというのは、この分子レベルでの開発が進んだということになります。じゃあ、これはまあ病理学なんですけども、病気、子供のうちはあんまり病気しませんから、あんまり病気のこと知らんかもしれんけども、どんな病気知ってます？病気の、自分がなったことのある病気とか、おじいちゃんとかおばあちゃんとか、年を取れば取るほど病気しやすくなりますからね。どんな病気知ってます？例えば白血病。いきなりハイブローな名前が出ましたけど白血病ね。白血病ってどんな病気やろ？白血球が減るんじゃない？そうそう、白血病はね、まあええか、白血球の数がむちゃくちゃに増えてしまう病気。白血球ってどんな時に増えるか知ってますか？うん？どうぞ。ストレスが溜まった時はあんまり増えへんと思うよ。はい。白血病もちろんそうなんやけど。それ以外でこうもう正常な状態で白血病、白血球というのは増える時あるんですよ。正常、体、そうそう、ウイルスというのは感染症、ばい菌、細菌とかが体に入った時に白血球というのは増えます。でもそうやって白血球が増えている時というのは体の正常な反応よね。ですからそれは白血病とは言いません。白血病というのはもうそういうふうな、例えば細菌が体の中に入ってきた時に白血球が増えてその細菌を殺してくれるわけです。でそれは正常な反応やから白血病ではなくて、白血病というのは何かというと異常に増えてしまう、もう全然理由なく増えてしまうのが、どん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 増えてしまうのが白血病です。他どんな病気知ってるかな？どう？脳梗塞。なかなかハイブローな病気がたくさん出てきますね。脳梗塞、こっちに書いていきましょうか。脳梗塞でどんな病気やろ？梗塞でちょっと普段あんまり使わない病気やね。どっちもふさぐっていう意味だけどね。どんな病気か知ってる？オッケー。みんな用してるね。脳の血管が詰まるのが脳梗塞やね。でさっき言ったけども、血液の細胞とかいうのは正常な状態でも体の中で毎日毎日1000億単位で作られるわけですよね。ところが脳の細胞っていうのは残念ながら一旦死んでしまうともう作られません。ある程度は作られるという意見もあるけど、ほとんどもそれは作られないですから、今言ってくれたみたいに脳に血液がいかなくなって脳の細胞が死んでしまうと、その部分の機能が全くなくなってしまうわけです。それからあと何か知ってるかな？どう？はい、どうぞ。アルツハイマー。ごつごつ高尚な病気がよく出てくるな。アルツハイマーってどんな病気や？それはこっちへ書いておくわな。都合上ちょっとあちこち書いていきますけど、アルツハイマーはね、血液が回らなくなるんではなくて、なんか詳しいことしてるな。ベータアミロイドが蓄積するというやつやな。で、そのちょっとよく分からないけども、よく分からないというか、分かってないけども、アルツハイマー病というのは脳細胞自体が変性という言い方をします。変わるに性格のせいね。さっき出てきた脳梗塞というのは血管が詰まることによって血液がいかなくなる。で、血液がいかなくなるというのはどういうことかというと、さっき話したけども酸素がうまく脳に届かなくなる。で、脳というのは酸素要求性が非常に高い。で、酸素が何分やったかな、数分血液がいかなくなるともう脳の細胞は死んでしまいます。で、そうするとさっき言ったようにもう次に作られないから、そこの脳機能が侵されるということになります。他病気なんかある？脊髄の小脳変数症。なんでみんなそんな難しい名前ばかりしてるのかと思う。脊髄小脳変性症。これもやっぱり神経系の細胞が傷んでくる、まあ、変性やからね。あとどうです？何かある？
心臓病、心臓病はどっちかというとここに入るね。どんな心臓病があるやろ。心臓病もうちょっと詳しく知ってる人おるかな。拡張型心筋症、またハイブローな流れ出てくるね。心筋症やね。他は何か、心筋梗塞ね。梗塞っていうのはさっき言ったけども、血液がいかなくなって、あ、どうぞ。マイコプラズマ、マイコプラズマ、ちょっと待ってな、ちょっとちゃう病気がここら辺に書いておくわな。マイコプラズマなんや、もうちょっと何かある、かかったかな、ひょっとしたら。はい、はい、はいはい、止まんなかった、それがもう3週間も4週間も続いた、苦しかったな。マイコプラズマ肺炎、そう肺炎やね。これちょっと後で言うわね。こっち先言うと、梗塞っていうのは繰り返しになるけれども、血液がいかなくなってその部位に損傷が起きることで、脳の細胞、神経の細胞と心筋の細胞、心臓の細胞っていうのが、まあ難しい言い方をすると酸素要求性が非常に高い。逆に言うと、一旦血液が閉ざされて酸素が運ばれなくなると痛みやすい、短期間に痛みやすい病気です。それから心筋梗塞とか脳梗塞というのは、その血液が詰まってしまうと、ほっとくともうそこの組織が、細胞がダメになってしまう。ですから今行われるのは、これはもう医学の進歩なんやけども、20年ぐらい前からかな、血管が詰まってしまうと、そこまで管をずっと入れていって、そこで溶かす薬を入れます。ただそれはもう詰まってすぐやったら効くのよね。そういった治療法が今行われるようになってます。あと何かあるかな、病気の名前。もうちょい、一酸化炭素中毒。一酸化炭素中毒な。一酸化炭素中毒な。予想外の病気が出てくるからびっくりするね。一酸化炭素中毒はね、一酸化炭素中毒は今はね、減ったんですよ。昔は、大昔は、都市ガス。ガスがね、一酸化炭素やったんです。その頃はガス缶プー、ガスピーって火のといたら一酸化炭素中毒で死ねたんですけど、今の都市ガスは、液化天然ガスやから死ねない。一酸化炭素、それ何が違うかというと、一酸化炭素というのは、さっき誰か言ってくれ、ヘモグロビンにすっごく結合するんです。酸素というのは肺で血液のヘモグロビンに結合して体の中をずっと回っていって組織に酸素を渡すわけね。だからヘモグロビンというのはどういうふうなタンパク質かというと、酸素が結合するタンパク質なんです。で、一酸化炭素のヘモグロビンへの結合能というのは酸素よりも200倍強い。ということは、一酸化炭素を吸うと一気に赤血球中のヘモグロビンが、一酸化炭素が結合してしまうわけ。そうすると当然酸素が結合できなくなりますよね。そうすると窒息状態になるわけ。一酸化炭素中毒というのはそういう病気です。あと何かあるかな。はい、どうぞ。がんね。がん、白血病というのはがんの一種です。で、がんって言った時に、白血病あれやな、最近池江璃花子先生がな、池江璃花子さんがなったから有名になったよね。だ、あの時に、そうそう、あれの発表があって、1週目ぐらいに、おはよう朝日土曜日ですのコメンテーターで出たんやけど、その時に言われたのは、白血病という病気がどういう病気かを知らん人が多いから説明してくださいって言われたんですよ。もうそこまで世の中の人はものを知らんのかなと僕は思いましたけど。で、白血病というのはある種のがんです。で、がんなんやけども、がんって言うた時にはその定義の一部に塊というイメージがあるんですよ。わかります？胃がんとか大腸がんというのは、
胃がんやったら胃の細胞が、大腸がんやったら大腸の細胞がうんと増えて塊を作る。白血病というのは塊を作るわけではなくて、血管の中をその悪い細胞というか、まあ専門的な言葉で言うと腫瘍やね。こうか、書き順むちゃくちゃやけど、腫瘍あるいは悪性腫瘍で、もう一度繰り返しになるけども、普通に体の中でも白血球もどん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 作られてます。1日何百億。悪性ってことは陽性もあるんですか？いい質問やね。あります。良性の腫瘍もあります。縦まで知ってるかな？知らんやろな。子宮筋腫って聞いたことがあるかな。割と一般的な病気で、あれなんかは良性腫瘍なんです。あるいはね、良性腫瘍で一番分かりやすいのはイボ、イボとかほくろ、あれが良性腫瘍です。で、ついでに言っておくと、良性腫瘍と悪性腫瘍の違いというのは、ほっといて死ぬかどうかです。イボで死んだ人聞いたことないやろ。ほくろで死んだとか、ああいうのは良性腫瘍です、一般的にはね。で、どこまで話したかというと、そうそう、我々の体の中でもさっき言ったように、皮膚の細胞とか血液の細胞というのはずっと作られ続けてます。で、白血球なんかはその感染バクテリア、バイ菌なんか細菌なんかが体の中に入ってきた時にうんと作られる。でもそれは正常な制御を受けて作られるわけです。例えばバクテリアが入ってきたら、それはバクテリアがなくなったらもう作られなくなる。そういうふうに体はできているわけです。ところが、がんというのはそうではなくて、まあ難しいことは、正常な制御を逸脱してという言い方を僕らはします。ですから、正常な制御、それをコントロールできなくなって、もうどん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 増え続けてしまう。それががんです。で、白血病というのは、さっき言ったように白血球のがんね。ですから白血球が無限に作られすぎるのががんです。ですからちょっと難しい言葉なんだけども、めったに使われへんのですけども、悪性新生物、新しいに生きるね、こういう言い方をされることもあります。で、これはもうめったに出てきへんねんけども、どういう時に出てくるかというと、死因、日本人がどれぐらいの、どの病気でどれぐらい死にますかということを見た時に必ず出てくるのがこの言葉が使われます。というのは、がんとか腫瘍というとどうしても塊のイメージがあるので、白血病とかが入ってこない。ですから、悪性で細胞が増えまくる状態は悪性新生物という言い方をします。で、今日本人が死ぬ理由の3分の1ぐらいは悪性新生物です。いわゆるがんで亡くなる人が日本人の3分の1ぐらい。それから脳梗塞とか心筋梗塞を合わせたのも3分の1ぐらいです。ですから、その2つでも3分の2ぐらい、日本人の3分の2ぐらいはそれで死ぬというのが今の死因です。で、昔はね、がんはね、それほど多くなかったんですよ。ところが、まあ、ここ何年かうんとがんになる人の数が増えてて、まあ、今よく今日も駅のポスター見てたら書いてあったけど、あれはどこが書いてるのかな、対がん協会かなんかが出してるあれで、その保険になるときに万が一がんになったらとかいうふうな言い方するけども、もう万が一どころじゃなくて、今日本人で70歳80歳まで生きたら何人に1人の割合でがんになるか知ってます？そう、2人に1人なんや、今も。だから運が悪いというのももう 50-50 ですわ。だから、もうがんは、まあ、基本的にはなるかなれへんかはもう2分の1の確率でなるというふうに思っておいた方がいい。で、どうして増えたかというと、ちょっと難しい話なんだけども、どうしてがんになるかというと、これは遺伝子に異常が入る。ちょっと難しいんだけども、細胞が増えることを制御している遺伝子というのは、ちょっと難しいんだけどね、難しいかもしれませんが、遺伝子の数、遺伝子の定義はね、ものすごく難しいです。で、遺伝子というのは何かというと、我々の体で
機能する物質っていうのは、分子っていうのは基本的にはタンパク質なんですよ。それ聞いたことあるかな。でタンパク質、どんなタンパク質を作りなさいよという情報が遺伝子だというふうに考えてください。でその遺伝子に異常が入ることを遺伝子の変異という。でがんに、でそういった意味で我々の体には何個遺伝子があるかというと、まだちょっと陽気さんからこれに書こうか。遺伝子の数がね、これ意外と少なくて2万個です。言い換えると2万種類のタンパク質を作る情報が僕らは遺伝子として持っているわけです。このうちがんに関係する、その遺伝子が異常になってがんになる遺伝子、がん細胞を増やしやすくなる遺伝子っていうのがあって、それはちょっともう言葉の定義があれなんですけども、ドライバー遺伝子って言います。運転手さんやね。がんに関係する遺伝子がどれぐらいあるかというと、そのうちの100個に1個ぐらい、200個から300個ぐらいで、がんになろうと思うと1個の細胞にその異常が5つか6つ蓄積せなあかんのです。で僕らが生きてるといろんな細胞分裂しますよね。で分裂、細胞が分裂すると必ず、頻度は低いねんけども遺伝子に異常が入っていきます。これも仕方がない。もうそれということは、年を取れば取るほど細胞の分裂回数の蓄積が増えるから、年を取れば取るほど遺伝子の異常は蓄積していくわけです。で1個の細胞に5個か6個遺伝子、このドライバー遺伝子の異常が入って初めてがんになるから、逆に言うと長生きしないとがんにはなれないんです。わかります？だからがんというのはある種その長寿の宿命やと言われてます。ですから今もう年を取ったらもう、それで今日本人すっごい高齢化が進んでるから2人に1人の割合でがんになる、もうそういう時代がやってきてるわけです。ちょっと難しかったかもわからんけども、あと病気なんかもっと知ってる人おるかな。ほい、風邪ね。そうそう、そういう普通の答えを期待してたんや。風邪ね。はい、もうちょっといいとか。はい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 、ちょっと後ろもう行こう。はい、後ろの女の子行こうか。マラリアね。はい、お、ちょっといい感じになってきましたね、ここら辺ね。一酸化炭素中毒がちょっと消しとくわね。いやもう先説明したしね、別にいらんという意味じゃないのよ。一酸化炭素中毒から先説明したように、すごく分かりやすい病気として分かりやすいよね。一酸化炭素はヘモグロビンにくっつきやすいから窒息するっていうので非常にいい例なんやけど、あともうちょっと言っておきましょうか。おい、原因不明のどんな病気や。今でもね、原因不明な病気って何ぼでもあります。はい、僕、はい。悪性骨肉症。またハイブローなことを言うね。ちょっと言うとくと、ここで言うとくと、肉腫、今、肉腫っていう言葉があります。聞いたことあるかな？なんかぼんやりと聞いたことある？これはね、悪性新生物の一つです。で、がんっていう言葉は、一般的にその悪性新生物、細胞がどんどん増えてしまう状態をがんっていうこともあんねんけども、がんっていう、これ辞書引いたら載ってるけども、がんにはね、二つ意味があるんですよ。で、一つは今言ったように、一般的な悪性新生物のこと全部をがんと言います。もう一つはね、すっごいややこしいんだけども、上皮性の悪性腫瘍、のことだけをがんということがあります。上皮性というのは何かというと、胃がんとか、まあ、いわゆる粘膜やね。胃がんとか大腸がんとか肝臓がんとか肺がんとか、そういうのはなんとかがんというからがんなんですよね。で、今言ってくれたように、骨肉腫言ってくれたけども、骨とか、あるいは、軟骨、こういったものは上皮じゃなくて、ちょっとぐちゃぐちゃになってきましたけど、非上皮性という言い方をします。そういったやつは肉腫という。ただ肉腫の方が圧
倒的に頻度が低い。上皮性の腫瘍に比べて非上皮性の腫瘍の方が圧倒的に頻度が低いので、がんの方が圧倒的に有名やし、全体的その悪性腫瘍全体をがんっていうので、がんの名前の方が圧倒的に有名なわけです。だいたいこんなとこでええかな。で、どうやってこういう、どうしてこういうふうに書いてたかというと、まあこの病気は基本的にはこれやね、悪性新生物、その死因解析という時の悪性新生物で、こっちはまあごくざっくりと心血管系の病気やね、あるいはもうちょっと賢そうに疾患っていうことはよく使います。もうこれも病気と同じ意味やけどね、なんとなくお医者さんっぽいよね、疾患、この疾患はとか言った方が、この病気はとか言うよりも賢そうに聞こえるかもしれない。でさっき言ったように悪性腫瘍で亡くなる人が大体日本人の3分の1がこれで亡くなって、心臓とか血管系の病気で亡くなる人が3分の1ぐらいいてるということになります。でマイコプラズマ肺炎とか風邪とかマラリアというのは総称して何て言います？違う、こういった、こういったマイコプラズマというのはね、細菌の一種です。どうしよう、マイコプラズマね。風邪は何で起こります？肺炎が細菌で起こるとしたら、うん、どうぞ。何？うん、口とかから移んねんけど、もうちょっとこう病原体の名前で。あ、正解、OK。ウイルスやね。それからマラリアとかになると、うん、まあ広い意味での寄生虫やね。マラリアは蚊が運ぶけども、寄生虫、マラリアはまあ広い意味では寄生虫で、もうちょっと細かく言うと知ってる人いるかな、そう、原虫ね。でこういうのを細菌とかウイルスとか寄生虫で起こる病気をざっくりと、誰か、そう、感染症。まあ、病気の大まかなもんって言うたら、心臓血管系の病気と、まあ悪性新生物と、それから感染症。日常的には圧倒的に感染症多いよね。もう風邪ひきとかも圧倒的に多いですよね。それからもう一つが、ここら辺のが変性疾患。なんとなく細胞が傷んでいきますよというのがこれです。で感染症に関してはいつ頃かな、日本でいうとみんな知ってますよね、お札の野口英世とか、野口英世の伝記読んだことある人どれぐらいいます？漫画で読んだ、漫画でもいいよ、やっぱり全員は読んでないね。あ、OK。 昔はね、野口英世はね、伝記界のチャンピオンやったんですよ。もう全員が呼んでいた。一時からね、ちょっと人気なくなってね、やっぱ変な人やという噂が広まって広まったわけじゃないですけど、野口英世はね、野口英世記念館とか行ったことある人いますかね、猪苗代湖のほとり行ったことある。だから今でも家残ってるよね。すごい貧しい家に生まれて、子供の頃左手かな、あのいろりでやけどして、でもすごくよくできて、その小学校時代からすごくよくできて、小学校の何ちゅう先生やったかな、忘れたけど、なんとか栄先生、小林栄か、それがすごく面倒を見て、それで今でも残ってますけど、歯医者さんに下宿したりして、何しかものすごくよくできて、東京へ出て勉強するんですよ。で、まあ、今で言うとね、まあ、こういう言い方をすると怒る人もいますけど、まあ、ある種の発達障害やろうね。例えばそのすごいよ、アメリカへ留学するんだけども、それね、サイモン・フレクスナーというすっごい有名な人のところへ、留学するんですよ。
で、そのそれどうしてそこへ留学したかというと、サイモン・フレクスナーが昔日本へ来た時に語学達者やったから通訳したらしいね。で、さ、フレクスナーは社交辞令で、君アメリカへ来ることだったら来なさいよって言うてたん。何の連絡もせずにね、アメリカへ行ったらしいからね、まあ、普通行きませんよね。それで千秋森之助というその歯医者さん、すごい偉くなる日本歯科医師会の会長をやるような歯医者さんにすっごい援助を受けて、で渡航の費用とかも全部賄ってもらうんやけども、そのもらったお金をですね、渡航する前に全部飲み代に使ってしまうとかですね、どこかがおかしい。それでその千秋森之助が、僕は電気好きやからもうそういうのありないけど、あのアメリカへ後年行くわけです。野口とかすごく偉くなってからアメリカへ行った時に、そのハーディかな、大統領に会わせるの。それでもう千秋もう恩人が、もう野口君分かったと、もう君にはいろいろしたけど、これでもう全ての恩は帳消しにしたいって言うたら、野口では、いえ先生の恩はこんなものでは返せませんと言うときながら、請求書はちゃんと回したと言いますからね。ちょっとよく分かんないのよ、普通に考えたら。で野口ではね、あのあんまりあのあんまり言うとあれなんですけど、いっぱい論文書いてんねんけども、ほとんどが間違いだったんです。うん、せやからお誘いになるのはね、どうかなという感じはしました。で一つだけすっごくいい研究をしてて、それは聞いたことありますかね、もう今はもうあれ随分減ってますけど、梅毒という病気があって、これは昔はよく性感染症やね、性交によってうつるような病気があったんやけども、もう一つね、進行性麻痺と呼ばれる病気があったんですよ。進行性麻痺というのは当時は精神病やと考えられてた。どん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 頭がおかしくなっていく。で原因全く分からなかったんやけども、それが梅毒菌の感染によるということを見つけてるんですよ。それは当時としては画期的な発見やったんやけども、それ以外はねほとんどが間違いで、まあいろいろ問題あるんだけどね。でそれに比べると北里柴三郎はねむちゃくちゃ偉い。どれぐらい偉いかというと、むちゃくちゃ偉いね。あ、野口が千円札やったら北里は1万円札でもええというぐらい。今度千円札北里ですけども、柴三郎というのは、ロベルト・コッホで聞いたことないですかね。コッホの、うん、ドイツ人で、コッホとパスツールは聞いたことある。パスツールの方が有名かな、どっちも知らんか。コッホとパスツールというのはいわゆる感染症学の大家です。その頃コッホとかパスツールというのは19世紀中頃ぐらいに活躍した人なんやけども、その頃は細菌によって感染症が起こるということすら分かってなかった時代。だから感染症というものの概念を確立したのがコッホとパスツールなんです。パスツールも天才やったんやけどね、もう20歳ぐらいからすごい研究してて、コッホという人のとこへその北里は留学するわけですよ。で初めはまあドイツ語のうまい日本人やなぐらいに思われてたらしいんやけども、破傷風って聞いたことありますかね。聞いたことある。これも細菌感染やけどね。破傷風菌、これも細菌によって起こるんで、破傷風菌の培養をしなさい。培養ってわかるかな、その寒天の上でバクテリア細菌を生やして実験するんだけども、しなさいというふうに命じられて、これものすごく難しかった。どうしてかというと、ちょっと細かい話になるんだけども、破傷風のような細菌は嫌気性菌って言います。嫌気性、空気を嫌うんですよ。それ空気のあるとこであんまりうまく生えない。で北里はある日なんかあのほんまかそかしないよ、まあ、電気っていうのはどこまでほんまか分からへんからね。なんかあのドイツ人が料理するときに、ゆで卵がなんか料理するときに中まで固まってるかどうかをこう串を刺して調べてたらしいわ。それを見た途端にこのシャーレ、こういうシャーレでこうあれするんやけど、普通はこのシャーレの上にバクテリアを巻くわけよね。そうではなくて、この底に植えたら空気があんまり触れへんから増えるんじゃないかというふうに考えてやって、うまく生えるようになった。それでこっからその次にやったのは、じゃあもう上に生やしても水素を入れてやろうと。水素を入れたらもう酸素がなくなるので細菌が入るというので、破傷風菌の培養できるようになったんですよ。で北里はね、やっぱりねものすごく賢かったんだと思いますね。で
その次に分かったのは、破傷風筋がなくてもない場所で非常に組織が痛むということを認めたんです。ですから、バイ菌がない場所で病気が起きるということは、多分その破傷風の細菌が何か物質を作って遠いところで悪さをしているんやろうということに思い至ったわけです。それが破傷風が毒素、を作るということをまず思い立った。で、次に何をやったかというと、例えばある種のお薬というのはものすごく少ない量から徐々に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 増やしていくと耐性ができることがあります。わかりますかね。初めから大量をドカーンとやると、実験動物にやると死んでしまうけど、初めに少ない量を与えておいてちょっとずつ増やしていったら、まあ慣れていくという現象があるわけです。それでひょっとしたら破傷風も毒素になれるんではないかということで、実験動物、確かねウサギやったと思いますけど、それにちょっとずつちょっとずつちょっとずつその毒素を増やしていった。そしたら確かに少ない量から増やしていくと大量の毒素を与えても死なないということが分かったんです。で、普通やったらここで終わるのよね。薬と同じでだん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 増やしていったらできるというふうに考えが止まるんやけども、北里のねアイデアのすごかったのは、そうではなくて少量の毒素から入れていくと動物の方が高毒素、毒素を中和する物質を作るということを見つけたわけです。で、これが今でいうところの、聞いたことあるかな、抗体です。お、納得した。すっごい発見ですよね。でも、で、候補はこの研究を見てすっごいびっくりする。でも全く新しい概念やから、外から入ってきたものに対して高毒素ができる。で、北里は破傷風菌の研究をしてたんやけども、北里の隣かどうか知らんけど、候補の研究室でジフテリアの研究をしてる人がいた。フォン・ベーリングという人です。で、当時はジフテリアは致死の病気、子供がかかるとかなりの率で死ぬ病気やった。で、ジフテリアも毒素によって病気が起こるということが分かってたので、フォン・ベーリングにジフテリアで同じ実験をしなさいというふうに言います。で、2人で連名で北里ベーリングの名前でジフテリア高毒素に対する研究というのが論文になってて、第1回目のノーベル賞をもらったのはベーリングだけだったんです。これ分かんない、どうしてそうなったかは分からない。で、当時はノーベル賞は、今は3人までに与えられますけども、1人やったというのが、まあ、一つの理由で、破傷風に比べるとジフテリアの方が病気として偉いというか、よく子供が死ぬので重要性があったからと言われてますけども、原理的な発見はもう完全にクレジットが北里にあったので、今の考えでいくともう 100% 北里がもらうべきであったというふうに言われてます。でも、これもね、で、1回目のノーベル賞をね、日本にとってたらむちゃくちゃ嬉しいよな。でもそうはならなかったので、ひょっとしたら人種差別的な問題もあったんではないかとは言われてます。でも100年経って、ノーベル賞の選考過程というのは100年経ったらオープンにする、まあ、日本でも日本国際賞とか稲盛財団の京都賞もそうなんですけど、でも何年か前にオープンになったんですけども、そこには人種的な差別のことは書かれてなかったって当たり前ですよね。選考過程にそんなこと書くはずがないねんから。ですから本当にあったかどうかというのは分かりませんけど、こういったことがある。でもだいぶ時間が過ぎましたけども、質問に入る前に、大体病気の気持ち分かってきましたかね。もうちょっと感染症いきましょうか、もうちょっと。骨粗鬆症。もうややこしいこと言わんといてくれ。病気どんな種類があるか、大体ね、あとね出てきてへん病気で言うと、骨粗鬆症も出てきてないけど、もうちょっと大きな括りでいくと、糖尿病ね、そう、結構多いので出てきてないのは糖尿病ですね。これはですから糖尿病とか、あと糖尿病といえば、糖尿病といえば出てくるのは、今でざっくり言うと生活習慣病やね。生活習慣病でいうと糖尿病とか
動脈硬化とかコレステロールが増えたらっていうやつよね。ここに書いたような病気に関してはね、さっき分子病理学なんか言いたい？あ、サルコイドーシスね。サルコイドーシスはな、難しいな。サルコイドーシスはね、聞いたことないあるけど、肺に腫瘍塊ができるような病気なんやけど、これはね原因不明ですわ。原因不明疾患の一つ。そう、君の好きな。で、まあ全部分かったわけはないけど、本当に多くの病気が分子レベルで、さっき言ったように癌の場合はそう、どういうふうな遺伝子の異常であるかも分かってるし、それから感染症に関してはそのどんな細菌がどんな病気を起こすかとか、あるいはどんなウイルスがどんな病気を起こすか、あるいはマラリアが、マラリアはまあマラリアやな、どういう病気を起こすか分かってるんじゃなくて、その分子的な基準、その感染バクテリアが感染したらどうなるだけじゃなくて、例えば破傷風菌の毒素が分子的にどういうふうに働くか、そう、どうやって細胞に悪さをするかというふうなことも、まあほぼこういうのも 100% 分かるということはありえないけど、感覚で言うと8割以上は分かったでしょうね。医学のこの何年やろう、僕は医学部卒業して、40年近くになりますけど、ちょうどねこの平成の30年というのが、私の感覚よ、個人的な意見としては、生命科学あるいは医学が爆発的に進歩した期間として捉えられると思います。それぐらい進歩した。で、まあもちろんそういったことに基づいていろんな治療法、お薬の種類もすっごい増えてきてる。で、お薬の種類が増えてきたのは非常にいいんやけども、今ものすごく問題になってるのは薬が高い。例えば本庄先生のオプジーボというお薬あって、あれが今年間で1000万ちょっとですわ。それでこれはもう問題というか、肺がん、ある種の肺がんとか、黒色腫という皮膚の腫瘍に効くねんけども、どんな患者さんに効くかがわからない。使ってみないとわからない。で、効く人が 20% から 30% までしか効かないんですよ。ということは逆に言うと、7割から8割の患者さんに対しては効かないお薬を使っているということになります。今も世界中でどういう患者さんに効くかとか調べられてるけど、それか安いお薬やったらいいけど、年間1000万かかるお薬がそういうふうになると非常に困る。で、今日本で認可されているお薬で一番高いお薬、年間どれぐらいかかると思います？1年間億はいけへんと思うけど、5000万ぐらいやと思います。で、それは治す薬じゃないんです。わかります？そのある種の遺伝性の病気でずっと使い続けないといけない。って言うけど、これはねものすごく問題で、もうね、お医者さんとかそういうふうな関係の人の話すると、まあ日本はその介護保険でみんな安くて受けれるけども、日本の保険制度も 100% 破綻すると言ってます。遠からず、もう 今たくさんまた開発中のお薬、その分子レベルでいろんなことが分かっていろんなお薬開発されてきてるけども、そのほとんどが高額です。で、オプジーボのようなお薬というのは、先ほど抗体医薬と呼ばれるやつで、ある種の分子に対する抗体なんです。これはね、製造コストが高い。だから値段が下がるあてがあんまりな、ほぼないんですよ。一定以下に下がる可能性が極めて低い。だからこれからどうなるやろうね。もうみんな、それでもうみんな言うてんのは、まあ君らもう若いからそんな考えたことになるけども、じゃあどっかで線引きをせなあかんのとちゃうか。で、これに関してはね、もう欧米、アメリカとかイギリスとかではすごく考えられてて、人一人の命を、一人の人の命を1年間、健康寿命ね、元気な寿命を1年間、例えば 50% しか元気がない人は2年分ね、それを伸ばす費用、どれぐらいが適正やと思います？すっごい難しい問題。まあ、あんまり大きいお金使ったことないから知らないのけどな。500万までいかないです。300万から400万って言われてる。人一人の命を
値段を伸ばすのに300万か400万高いか低いか俺も決めようがないよね。でもね、大体300万か400万試算されてて、これは人の命がそれぐらい、人の命1年分がそれぐらいというふうに考えるよりは、それぐらいでないと社会が持たないんではないか。わかりますかね。だって給料のほとんどを医療費に、それも他人の医療費に取られたりしたら勤労意欲がなくなりますよね、普通に考えたら。でそういうふうな考えで今言ってます。で日本でもおそらく線引きがされるやろうというふうに言われてんねんけども、何で線引きするか、もう時間あれですけども、もうついでに社会的なこと言うとくと難しいよね。僕はええ人は安くしてあげたらええんちゃうかという意見だけど、ええ人か悪い人を決めるのはなかなか難しいから、そうなってくると決める方策は2つしかないと言われてます。1つはお金、お金持ちはいい医療を受けれる、アメリカも完全にそうですよね。でもう1つは年齢、何歳以上の人はもう高い薬は使わない。これどっちも非常に難しいから、これからどうなってくるか、もう君らが大人になった頃には必ずそういうふうな問題が大問題になって、どうなるかはちょっと分かりませんね。で、まあ、言うときたいのは、医学の進歩というのは非常に早くて良かったんやけども、まあ、必ずまあ物事には、まあ、もちろん新しい副作用の少ないよく効くお薬がどん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 できてくるというのは本当にええことなんやけども、やっぱそういうふうなこともありますよというふうなことを言って、話あんまり明るくない話で終わりますけど、ここで終わって、質問もしあれば今日全般の話で何でもありますかね、遠慮なく。はい、どうぞ。うん、生活性患病の例とかでさ、うん、糖尿病ともう一つ言ってたのは何ですか。動脈硬化。動脈硬化。ありがとうございます。はいはい、何かあるかな質問。はい、どうぞ。がんでお亡くなりになるっていう時に、その例えば、まあ、胃がんだとすると胃の一部でその、まあ、良くない細胞が増えて、うんうん、はいはいはい、でもそれが直接の死因になるとは考えられないんですけど、どういうふうに。それはね、もう極めていい質問でよく分かんないで、が悪性腫瘍って、さっき良性腫瘍の話したけど、悪性腫瘍の一つの大きな特徴は転移なんですよね。あちこちへ飛んでいく。それでまあその腫瘍自体がある程度大きくなって、例えば腸を塞いでしまうとか、あるいはあるんだけども、おそらくね、それよりはがんの末期の患者さんってすっごい痩せますよね。あれはがん細胞が栄養をたくさん取って痩せてるわけではないんです、まあ、それはね、うん、それはねって、なんでそんな物知りがそうなんですよ。それでただがんに対、がんができた時は非常に炎症が起きて、体はいろんな物質を作ります。TNF とか IL-1 とか作って、そういった正常ならば感染症とかの時に作られる因子がものすごくたくさん作られて、それがその栄養状態を悪くするということが知られていますね。厳密にね、なんで死ぬかはね、それほど分かって、例えばがんが大きくなってそこから出血してしまって死んだりする、それは分かりやすいんだけども、がんのちょっと難しい言葉なんやけど、悪液質っていう言葉があります。これがそのがんの末期で非常に痩せていったりするような状態を言うんやけども、これはね、厳密にはおそらくその もう名前聞いても知らないけど、 TNF とかこういった物質が、これは体ががんに対するまあ、ある種の防御反応みたいな形で作る物質なんやけども、これが全身性に悪さをして痩せさせるというふうに考えられています。でこれだけでほんまに死ぬかというとちょっと分からへんね。それ今のすごいいい質問で、厳密にはね、なんで死ぬかはよく分かんない。ケースバイケースではあんねんけども、一般論としてなんで死ぬかというのは分からないというのが一番正しい答えだと思います。その死因の悪性新生物に分類されている人は、がんがあって多分そのがんのせいでお亡くなりになったり、あ、そうそう、あのね、これはね、法医学の分野なんだけども、死亡診断書を書くときは一番大元の原因を書くのよ。それからそのがんになるんです。あと何かありますかね、遠慮なく。はい、どうぞ。先ほどドライバー遺伝子の話だったんですけど、はいはい、遺伝子の異常っていうのはドライバー遺伝子にだけ起こるんですか。もう少し詳しく言うと、
がんの細胞、今がんゲノムって聞いたことありますかね。ゲノムって聞いたことあるかな。ゲノムというのは何かというと全遺伝情報のことを言います。でこれは ACGT という4つの文字で書かれている。 で A の向かい側が必ず T で、 C の向かい側が必ず G で、 G の向かい側が必ず C で、 T の向かい側が必ず A というふうに DNA はできているわけね。でこれをちょっと難しい言葉なんだけども、塩基でできている対なので塩基対という。でこれが我々の細胞1個の中に何個あるか知ってるかな。 ACGT で書かれた文字がどれぐらいあると思います。1兆はない。1兆はないって言ってね。おおよそ60億。塩基対 ACGT の文字が60億、この4種類の文字で60億個書かれているのが我々の遺伝情報です。それをゲノムという。で60億というとイメージ分けへんかもしれんけども、岩波新書に全部 G で ACGT ブワーって書いていくとするよね。縦に積むと大体100メートルから200メートルぐらい、それぐらい膨大な情報が ACGT で書かれているのが我々のゲノムです。でがんゲノム、がんの細胞と、僕ががんになったとするよね。僕自身のゲノム、両親から受け継いだゲノムがあるわけですよ。60億の ACGT で書かれたゲノムがあって、がんゲノムを調べてやると異常が見つかるわけ。で、それには、さっき言ったドライバー変異と、ドライバー変異というのは、がんの発症に関係する遺伝子の異常です。ドライバー分かるよね、運転手はね。これに対して、ごめん、パッセンジャー変異という言葉があります。で、ドライバーは何かというと、なんでこんな名前がついてるかというと、この遺伝子がおかしくなると、がん細胞が暴走しますよという意味なんです。わかる？で、パッセンジャーというのは乗ってるだけ。がんの発症には関係ないけど、ない異常を言います。というのは、さっきちょっと話したけども、細胞が分裂するときには必ずゲノムに傷がついていきます。遺伝子に異常が入っていく。非常に低い率だけども、どれぐらい低いかというと、数億個に1個。自分が移し間違うときのことまだ分かるでしょう。数億個に1個しか ACGT の移し間違いはないと言われています。で、ドライバー変異は 1% ぐらいしかないから、当然変異というのはランダムに入るから、パッセンジャーの異常の方がはるかに率としては多いです。純粋に計算したら100倍ぐらいあるはず。でも関係するのはドライバー変異だけ。そういう意味です。で、ほとんどはパッセンジャー。で、ついでに言うと、ゲノムが60億あるうちに、いわゆる遺伝子、タンパク質の情報をコードしているのは、全ゲノムのうちの、どれぐらいか知ってますかね ?2% ぐらいなんです。だから全然関係ないところに変異が入ることの方がはるかに多いはず。で、まあ、運悪くドライバー変異に5つか6つ遺伝子変異が入るとがんになるというのが今の考えです。じゃあドライバー変異が起こった遺伝子は200から300個ですか？今までそのゲノムがうんと調べられて直接関係があるとあるだろうと考えられているのが200から300しかないんです。もうこれはね、増えることないと思う。もうこれ過去5年ぐらいにすっごい研究進みましたから。いい質問だと思います。あとどうですか、悪い質問でもいいですよ。遺伝子異常が起きて、がん細胞ができるということは、健康な人にもがん細胞、もうグッドクエスチョンで、もう僕らの体の中にもいっぱいがんの元みたいなのはあると思う。どのくらいですか？それね、厳密には難しいんやけども、ちょっと正確な数は覚えてへんけども、普通のがんはさっきから言ってるように5つから6つ変異が入ってがんになるんですよ。白血病だけは少ない。2個から3個ぐらいの遺伝子変異で白血病になるんですよ。で、70歳ぐらいになったら、そのうちの1個に変異がある人は数パーセント。すごい多い。でも君らの体の中でも変異は入ってるわけですよ。変異のある細胞はある。でもそういった細胞がずっと生き残るかどうかはわからない。
あるいは免疫機能でやっつけられるかもしれない、それも分からないけども、それはもう生まれた時からだん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 遺伝子の変異というのは蓄積していって、5つか6つ蓄積した時に初めてがんになるわけで、急にがんになってなとか言いますよね。あれはね、間違いで、今まで調べられたがんは全て1個の細胞が増えたものです。でそれで何年ぐらいかかってるかというと、これも計算でしかないねんけども、おそらく10年ぐらいかかってると言われてる。一番初めに遺伝子の異常が入ってから10年ぐらい経って遺伝子の変異が蓄積していって、初めてがんとして見つかるようになるというふうに言われてます。それでいいかな、だいたい答えは。だから我々の体には、もう残念ながらあなたの体にも変異の入った細胞はすでに、そのか、それね、分かりやすい例があってね、いいかな、まだ時間、ちょっとあんまり聞き慣れない病気やと思いますけども、こっちがそうか、聞いたことないと思うけども、骨髄形成症候群と呼ばれる病気があります。まあ、ちょっとね、血液細胞の病気で、ちょっと弱っちい白血病みたいな病気で、これは長崎大学で研究している先生がおられて、友永先生というんだけども、その先生はね、被爆者なんですよ。もう小児の時の被爆者、その先生ずっとこれの研究しておられて、今でも分かっていることは、今分かってきたことは、これ高齢者の病気なんです。だいたいもう60から70にならないと病気にならないけども、骨髄形成症候群の発症率は被爆者の人は倍ぐらい高いんですよ。わかります？ということは、70年ぐらい前に原爆というのは基本的に DNA に傷つけますから、傷を受けた人というのは70年経ってからまだこの病気になる率が2倍ぐらい高い。ということは、逆に考えたら、あなたの質問に対する答えとしては、子どもの頃に被爆を受けてもうワンヒット入ってしまっている可能性があるわけです。他の人よりも余分に異常が入っているから、それから大体2倍ぐらいというふうに言われています。ですから遺伝子の異常というのは、その細胞が生き残る限りずっと残っていってしまう。それはもう残念ながら生まれた時からというか、生まれる多分前からやね、卵が分裂するために変異が入っていくわけやから、もう生まれる前からその宿命は始まってて、ただがんというのは一般的には5つ6つ遺伝子が異常なかったらあかんから、年を取るまでがんにはなれない。昔はがん少なかったというのは、みんながんになる前に死んだはったわけです。そういうことです。あとよろしいか。あ、どうぞ。遺伝子に異常をきたして、その悪性腫瘍とかが出てくるのでしたら、もし生殖細胞自体に異常が入ってた場合、どうなってますか？それはね、非常にいい質問で、これも今日ちょっと話しませんでしたけど、我々の体というのはあんまり小学校ならないと思うけども、僕らの体というのはごく大きく2通りに分ける方法があります。さっき言ったけども、細胞、我々の体には細胞 2,300 種類あるんだけども、2通りに分ける分け方があって、一つ、それは一つは体細胞で、もう一つが、分かる人おるかな、これは知らないのね、生殖細胞なんですよ。今から言います。生殖細胞というのは当然生殖に関係するから、卵子あるいは精子やね。体細胞というのはそれ以外全部です。この違いは何かというと、遺伝情報を次の世代に伝えるのは生殖細胞だけなわけです。精子と卵子が一緒になって受精卵になる、一番初めに話したけど、体細胞は一代限り、あなた方が死んだら、僕でも死んだら、もうそれはもう終わりやわね、遺伝情報としては。でも次に伝わるというので、これ生殖細胞で、今の話で言うと、体細胞に起きた異常というのは生殖細胞には伝わりません。ですからがんの人の異常が、それはがん細胞だけであって、卵子や精子にその異常が及ぶことはない。逆に先天的に生殖細胞の、さっきの話で言うとドライバー遺伝子に異常がある人というのはいます。
その人は当然のことながらやたらとがんになりやすい。で、一番有名なのは知りませんかね、アンジェリーナ・ジョリーという何年か前にそのおばさんが映画女優さんね、マニフィセントとか白雪姫もおっしゃったかな、忘れましたけど、おばさんが乳がんでお母さんも乳がんで亡くなって、遺伝子を調べたら先天的にその遺伝子がんになりやすい遺伝子異常を持っているというので、乳がんになりやすい遺伝子異常があるというので予防的に乳房を切除しました。わかります？もう乳がんになるのが嫌やから、そういったことまで行われるようになってきてますよね。ですから今の答えで言うと、がん細胞に起きた変異が生殖細胞に伝わることは絶対ない。ところが先天的に生殖、先天的にがんになりやすい人というのはいます。ただそれはあの人もがんや、うち親戚何人もがんの人いてるわと思って心配するかも分からへんけども、さっき言ったように今や日本人の2人に1人はがんになるから、少々いてても運です、それは。で、一般的に家族性のがんっていうのはよく質問を受けるんですけども、 10% はいかないというふうに言われてます。数パーセントぐらい、それは兄弟が同じようながんになるとか、あるいは1人の人に何回も何回もがんができるとか、そういった場合は家族性のことが多いです。で、がんゲノムとかそのゲノムを簡単に調べれるようになったので、これからそういうのを調べれるようになるかもなってきてます。ただゲノムを調べるということは都合いいことばかりじゃなくて、基本的には必ず数個は病気の遺伝子、病気になる遺伝子を、遺伝子異常を持ってます。それからゲノムを調べるということは、そういうことを知る覚悟をした上で調べないとダメということになりますよね。例えばがんになりやすいと分かってもそれを防ぐ方法はないわけやから、それは非常に、これから一番最初がんゲノム読まれた時にいくらかかったかというと、2000年に大体読まれたんやけども3000億円かかりました。 今1回10万円です。それぐらい安くなってる。だからみんなが宣伝でも、今はそこまでの宣伝はしてないけど、今はもうこれからやる人増えるかもしれないけども、君らの時代になったらもうみんながというか、ゲノムを調べますか調べませんかということが問題になる時代になってくるというのは、こういったことがあるからです。あと1個ぐらい行きましょうか。もういいかな。おい、どうぞ。薬の値段がどんどん上がっていってるっていうので、アメリカとかイギリスではその対策っていうか、アメリカはね基本的にもう金持ちだけが日本ではね、もうみんな言うてんのよ、政治家もお医者さんもみんな言うてるけど、それどうなるか分からへんね。それみんな言うてんのは、いくつくとこまで行ってどうしようもなくなるまで行ってから考えるんかなって言うてるけどね。でも難しいね、これはものすごく難しい問題ね。それ最後にありそうと言うたのは、これから受験勉強とかいっぱいしていくやるけども、そんな問題ばっかりじゃないんですよね。こういった問題での答えないのよ。じゃあお金で、アメリカみたいにお金で切りますか。でイギリスの場合はね、極端な話、日本はもうすぐにその保険適用になるけど、保険適用にする薬の数を減らしてるんですよ。高い薬は保険適用にしない。逆に言うたら金持ちだけやってくれということやね。お金か年齢かどっちかしかないねんけど、これはもう正解はないのよね。でももう破綻することだけはもう 100% 間違いないですよね。あとはいいですかね。どうしてもというのがあったらあれやけど、聞きにくいか。じゃあこれでいいですかね。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。